最近ですね、10月、11月と結婚式の方で歌わせてもらう時が、ちょこちょこありまして、それのために、結婚式の歌を作って、いろんなところで歌わせてもらってます。はい、いきます。未来に響けっていう曲で、結婚式をこう考えて作った歌です。Oh.
笑顔を